トルの To be realized。 よこんにちは、僕たちレトロです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まず僕たちの名前を覚えてもらうためにレイ君の方から自己紹介お願いします。はい、メンバーカラー黒、サブリーダーの近藤蓮です。僕は普段からずっと笑顔で、ステージ上でもずっと笑顔です。みんなを最後に笑顔にさせれるようなライブにするのでよろしくお願いします。はい、メンバーカラー緑色、鈴木修理です。僕はメンバーの中で一番低身長でピアスめちゃくちゃ開いてて髪の毛も明るいので覚えやすいと思います。よろしくお願いします。はい、メンバーカラー赤、奥田健人です。僕はこのグループの中で一番最年少で一番おバカな人間です。ぜひ覚えてください。よろしくお願いします。はい、メンバーカラーの小田平です。僕は初めて会った人によく特徴的な声だねって言われるので、この声で皆さんの心を少しでも前向きにできたらなと思います。今日はよろしくお願いします。はい、メンバーから黄色、リーダーのイーボライアです。僕は昔、幼稚園の時からずっとお台ドームツアーをやりたいと思っていて、あの大きい会場で、このグループで、ね、楽しいライブをしたいので、皆さんぜひその時は一緒に来て楽しい時間を共有しましょう。なのでこれからもぜひ応援よろしくお願いします。今日は楽しんでいてください。ありがとうございます。望んではと思ったが、諦めたら近づいて、理不尽だと笑うけど、それでも戻りたくて、夢に向かってたいって、正直やってみよう。憧れに焦がさまは
し駆け出した青き私心まで汚れてしまわぬよう思い出してありふれた夢だった。でも今はこの全て動かしていた。消えてく一日それでも何度でも終えてこい。何兆年の未来から呼んでいる声捉えてこの船の中突き抜けるいつまいそう。今僕を動かしてる過去の憧れが触れたもの。台湾ライブが決定しました。初めての台湾ライブ、はい、詳細は今日夜、ベクトルの公式アカウントの方で上がるので楽しみに待っていただきます。ツイッターの方でフォローしてください。お願いします、はい、
なのでさっき言った YouTube のアカウントと僕たちの公式の Twitter のアカウントフォローお願いします。はい、お願いします。今日は本当に楽しい時間、本当にありがとうございました。ものすごく楽しかったです。いいデビューのスタートダッシュで、そうですね、いいスタートダッシュでした。またこれからもいろんなイベントとかライブとかあったりするので皆さんぜひ来てください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ました以上、僕たちメットルでした。ありがとうございました。はい、僕たちベクトルです。はい、12月12日僕たちのデビュー日にアスナル金山の新生堂さんでデビューイベントを行いました。はい、皆さん本当に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったですね。楽しかった、楽しかったです。暑かったね、めっちゃ暑かった。本当に寒かったけどね。そうね、外は寒かったけど中はもう、ね、バカ暑かったね。ライブ僕らの暑さで、そうね、中がもうめっきりね、すごい世界一暑かったですよね、アスカの会場は。まあまたこれからもどんどんいろんなライブとかをやっていくので、イベントとか、はい、皆さんまた一緒に楽しい時間を共有したいと思うの で、うん、うでね、また来てくださいね。一緒に楽しみましょう。待ってます。待ってます。また来てください。